オイラリアは小惑星体内を公転する小惑星の一つである。リュウグウの起源になったと考えられているオイラリアとポラナの軌道対応、地球、リュウグウポラナオイラリアオイラリアは1902年10月25日、マックス・ボルフがドイツにあるハイデルベルク点問題で発見した。オイラリアという名称は発見者の義理の祖母にちなんで命名された。 小惑星体の内部を交転する普遍的な小惑星の一つで直径は約三十七キロメートル程度で約二十九時間かけて自転している。交転周期は約四年でオイラリアと木星は三一の軌道共鳴関係に非常に近い状況下にあるとされている。ライトカーブデータベースではオイラリアのスペクトル分類は S 型と仮定しているが二千十九年の研究では cb 型と確定されている。2013年に発表された研究結果で、オイラリアは、オイラリア族という一つの小惑星族の中心的存在であることが報告され、このオイラリア族は9から15億年前に直径100から1 6 0トルの天体が天体衝突によって破壊されたことで形成された。2019年に、オイラリアは、ポラナと共に、 日本の宇宙探査機ハヤブサ2が探査を行った小惑星リュウグウといった地球軌道の近傍にあるスペクトル分類が C 型のラブルパイル天体の母天体である可能性が高いとする研究結果が発表された。そして翌年の2020年には約8億年前に地球と月に大量の小天体が飛来していたことが弱、JA、さの月探査機カグヤによる 月面上の衝突クレーターの観測から明らかになった。この大量の小天体は、オイラリアの母天体となる直径 100km 以上の天体が破壊された際の破片であり、これらの破片の一部が現在のオイラリア族やリュウグウのような地球近傍小惑星となった可能性が高いとされている。ありがとうございます。